どうもこんにちは、トモです。今回はですね、新ポートフォリオレビュー第2回お届けしていきます。第1回ね、もうだいぶ時間経ってます。4月です。今年の4月に第1回をやったんですね。でそこから、続けていきますよっていうことで募集もねしてたんですけども、ちょっとねやっぱライブやりたいなっていうことでね、もうねそういうライブ頑張りすぎちゃったんですね。第1回やった後にライブをお届けして、そのライブで何人かの作品、3名の方の作品を見ていくというのをライブでお届けしたんですけど、そっからねだいぶねモノクロスナップのテーマについてのね話になってしまって、ちょっと袋小時間にねちょっとハマってしまったんですよね。なのでちょっとね3ヶ月ほどお休みしてというところで、またね再開をしていこうというところですね。今回第2回をお届けしていきます。画面を切り替えてお届けしていきます。はい、ということで新ポートフォリオレビュー第2回ですね、応募していただいたのは西尾正史さんですね。はい、西尾正史さん1980年生まれ、岐阜県出身ですかね。はい、ホームページと Facebook、Instagram ね載せていただいたので、こちらはですね動画の概要欄の方で、見ていただければというふうに思います。はい、CV ということでね、キャリアですね、日本人のルーツや精神性を探求し、写真媒体にて表現をしている。古事記を題材としたニューエラ、この世とあの世の境界線を題材にした対岸の私、今回ね見せていただくのはこの対岸の私ですね。はい、そういったプロジェクトを現在進行中ということで、提出していただいた作品のタイトルやステートメントね、はい、
対岸の私というふうな作品ですね。はい、ステートメントが仏教では亡くなった人は三途の川を渡ってあの世に行くというね、そういった説があると。鼻先乱れる川の向こう岸から亡くなった親族親が手を振っており、手招きされ渡ろうとすると渡ってはいけないと手を引っ張られて、はっと気づくと病院だったというような臨死体験談を聞くことがある。出会いと別れの季節、そんな儚くも眩しい桜の頃、隅田川沿いに集まる人々に自分が送ったかもしれない人生や出会ったかもしれない人々を重ね合わせる。すれ違っただけの人、愛した人、愛された人、嫌いな人、助けられた人、謝りたい人、すべての出来事や出会いは無数の条件や原因が絡み合いながら縁として起こり、自身の行い、選択によって生み出される。死を間際にした時、残す人生が少なくなった時、自分は何を思うのか、消えゆく最後に思い浮かぶのは誰の笑顔ということでね、はい、すごいいいですね。グッときますね。ステートメントになりました。はい、まあグループ展とかでね、いろいろ出してはいるみたいですね。2014年から活動が、本格的に動いてったっていう感じですかね。お苗場とかね、そういった形で出てますね。で、今回のね、応募作品対岸の私はこれね、自主出版という形でね、出版されたんですよね、本になってるんですね。そういった作品を今回は見せていただいております。で、作品ですね、はい、こういったね、桜から入っていくわけですね。これ要は隅田川っていうのをね、三途の川に見立てて対岸の人々を撮り続けた、そういった作品ですね。ある種定点観測的なね、まあ、場所は変わるんですけど、まあ、一つ川という場所を決めて、そこでね、対岸というかね、向こう岸にいる人々を見つけて写真を撮っていくというようなね、一つのフォーマットにのっとった作品ですよね。はい、で、彼らの姿にいろんな人々の影を重ねていると、まあ、いわゆるね、先祖というふうにね、言えるんじゃないか、ね、そういうふうに僕は思います。イメージを通して浮かび上がってくる目には見えないイメージっていうところで、ね、過去の、ね、人々であったりとか、あるいは自分が出会わなかった人、ね、あとはもう亡くなってしまった人たち、そういった人たちを重ねて見ているんじゃないかということで、まあ、日本人のルーツや精神性の探求というふうにステートメントに書かれていましたが、まあ、仏教というのを、ね、一つの切り口にした作品なんじゃないかということで、はい、このね、まさひさんの作品を、ね、レビューさせていただきます。応募の方ありがとうございました。最初にですね、いいと思った点をね、まず触れて、その後ね、もっとね、こういったところを改善できるんじゃないかっていうところですね、触れていきたいと思います。まずね、もうとにかくね、写真がいいんですね。だってさ、もうこの川のね、対岸を歩く人々が被写体なわけですよ。ね、つまり撮られた人々っていうのは知らない人たちなんですよね。もう知り合いじゃないじゃないですか。知り合いにね、お願いしたのかどうかは知らないけど、いやでも違いますよね。ステートメントを読んだ感じだと、本当にね、まあ、ふらーっと歩いて、隅田川沿いに歩いていった時に、対岸でね、あ、いいなーっていう風なね、人々、それもね、桜の時期ですよ。もう桜満開のね、みんなパカーンとね、もう開いてる時期ですよね。そういった時期にね、カメラを向けたらみんなでこうやってリアクション撮ってくれるわけですよね。はい。でもね、これね、まあそのね、桜の時期っていうのもあるのかもなと思ったんですけど、これいきなりカメラ向けられてね、こんなね、手まで振っちゃってるよというね、もう笑顔どころじゃなくて、もう手まで振っちゃってるとね、これまさしさん、どんな格好でこれ撮ってたんですか、これもう。相当ね、それかね、相当すごい表情してたんじゃないかなってことをね、思うんですよね。っていうぐらい、なんていうの、まさしさんに対するリアクションが映ってるわけですよ。ね。だこれ、つまり手を振ってるってことは、まさしさんも手を振ってたと思うし、こうやってね、笑顔をね、向けてくれるってことは、まさしさんはもっと笑顔だったと思うんですよね。さらにね、ここまでリアクション引き出すには、相当、彼ら以上、だってさ、これ、後ろのおじさんもさ、これ手振ってるよね、これ、多分ね。相当ですよ。相当インパクトある何かやったんじゃないかなというふうにね、思ったわけですよね。なんかピエロの格好してたりとか、着ぐるみ着てたりしてたのかなというね。なんかゆるキャラの格好してたら、もう手振らざるを得ないよね。っていうぐらいのなんかね、こっち側、撮る側、つまり写真に写ってないね、まさしさん側になんかね、なんかマジックがあったんじゃないかね、思いましたね。見ててとても気持ちいいということでね、心が温まるじゃないですか。ね。まあ、やっぱ作品作品というふうに意識してしまいすぎても、カメラの向こうの人もね、やっぱ物に見えてくるというか、なんかその自分の作品のためにね、人を使うみたいになってしまうんだけども、だそうなるとやっぱ何のための作品なのかっていうのをね、やっぱ忘れてしまいがちだと思うんですよ。でもね、やっぱこういう類のね、写真を見せてもらうと、
やいいじゃんっていうことでね思いますね。多分ねマサキさんもね楽しんで撮ってたんじゃないかなって思うんですよ。っていうぐらい他者にカメラを向けるんであればね、みんなが楽しくなるようなものを作りたいっていうことをね伝わってきますね。ねえ、こんなね、こんな10代の女の子たちとってもシャイだと思うんですよね。でもこんなさ口開いてハハーってやってるわけですよ。相当ねマサキさんもね結構楽しいね雰囲気出してたんだと思うんですよね。だから撮る側の自己満でもなくてちゃんと撮られる側も楽しんでるっていうところね、ここはね今回すごくいいなってことをね思いました。あとねやっぱ桜の時期ってのもねいいっすよね。やっぱね、僕オランダにいるんでこんなの見せられちゃったらもう日本帰りたくなっちゃうんですね本当に。まあでもねオランダにもちゃんとね桜ありますからねこっちでね暮らした日本人が植えたね木がね大きくなってますからね、だから大丈夫我慢できます帰れないからねまだ日本にね、帰りたくても帰れないんですよ。無責任に帰っちゃったらねどこでどういうふうにね人に迷惑かけるか分かりませんから、コロナ禍になってからねやっぱ帰れるタイミングはあったけどもうぐっと我慢してねずっとアムステルダムからね出てない生活をですね送っています。はい、ちょっと脱線しましたけどね。はい、そんな感じで、まあ、さっき言ったようにねこれは対岸の人々を撮った写真でもあると同時に撮り手でもあるまさしさんも映り込んでる、そんな風にね言えるんじゃないかというふうにね思いました。だからそういう意味ではこのタイトルですよね、対岸の私というふうに、ね、なってますよね。これをねしっかり納得できるね、すごくねしっくりくるタイトルになってるなということをね思いましたね。離れてる人を撮っても自分を反映するっていうことはできるわけですよね。ここでね思い出したのはねアレックソスですね。はい、アレックソス先生のねレビューライブで、ライブでやりましたね、お届けしました。今はねちょっとメンバー限定の限定動画になってるんですけども、最新作のね I know how furious いなんとかかんとかで、ね、長い詩のね抜粋のねタイトルの作品があるわけですね。あなたのね心臓の鼓動がどれだけね熱いかっていうことを僕はよくわかるよっていうことをねタイトルにしていて、それはねポートレートの作品だったんですね。ポートレートで彼が関心がある人とか大事に思っている人を撮ることで親密さを描くっていうことをねやってたわけですね。だそういった意味ではそれまで結構ね物語性とかねストーリーテラーというふうに言われてたアレックソスがそういったものをね一回排除してカメラも持って向き合ってみるね。でその時に触れるか触れないかという距離で被写体の熱を感じたいんだっていうことをね彼は言ってたんですよ。その感じがね今回のまさしさんの写真からもね感じられるんじゃないかなということをね思いましたね。だから僕らねまさしさんの目を借りて春のねすがすがしいね晴れの日にみんながもうパカーンと、ね、開いてわけですよ、花開いてる、そんな日にね撮る撮られる関係としてねこのねまさしさんと被写体たちがつながった瞬間、このね一瞬間をね僕たちは写真で共有してもらってるわけですね。本当ありがたいですねほら、ミンミンダハじゃなくて休眠ダハってありますでしょ桜のね目っていうのは冬のねもう寒い時はじーっとねなってるわけですよね。でそこからいきなり春になってぐんとね温度が上がりますよね。気温が上がるとそれによってパーンとね開くわけですよね。この感じですよ。人間もね一緒ですから、人間の僕らもね一緒です。冬の間ね、もう寒くてしょうがないなってことでね、閉じてた心がね、もう暖かくなって、もう桜も咲いて、もう一気にね、パカーンとね、開くわけですよね。そういう感じがね、出てるじゃないですか。だからこれテーマとして撮る上では、春に撮ったのはもう大正解ですね。で、その春っていうところも、その桜がね、ちゃんと象徴になってくれてる。これ完璧ですよね。そのね、よく考えられてるなっていうことをね、思いましたね。ポートレートっていうのは実はなんか撮るのはねなんか最適な季節って実は春だなってことをねよくよく思いさせられますよね。特にシャイなね僕ら日本人にとってはなんかそういう風なねポートレート撮るのは春だなっていうことをねまざまざと感じさせられましたね。はい、でこれねやってることはねぶっちゃけストリートスナップとそんなに変わんないと思うんですよ、ね、要は道でね行き交う人々を撮るわけじゃないですか、ね、ストリートスナップっていうのは。でこの作品は、ね、川を隔ててるんだけども、まあ向き合った人たちとねランダムというかその場で、の出会いですよね、出会いを写真にしていくっていうところですよね。でしかもこっちは川隔ててるわけですよね、ハードル高いですよね。これなかなか撮れないですよ。これこんな遠くにいる人からさ「おーい」とかなんかやられてるのか分かんないけどさ、なんかやってるでしょうねジェスチャーをね、まさしさんがね、それに応えてくれたリアクションをしてくれた時にバシャってね撮ってるわけですねいやでもね川分ね隔ててるわけですよ。
ね、だから下手したら取られた側っていうのは、あ、俺盗まれたよみたいにね思うかもしれないじゃないですか、ね、だってもう取られた後ね追いかけられないですよこれそれこそね、もうこれだってズームレンズで撮ってるからこうやって見えるけどね、肉眼で見たら結構ね人物特定も難しいような距離じゃないですかね。だから追いかけられないしね、なんで撮ったんだみたいなね、撮られたっていうふうにね思った側にとっては、その写真の仕上がりを確かめない限りどんな風に写ってて何に使われるのかも分かんないわけですよね。だから街で撮られるっていうのはそういう風なリスクがあるわけですよね。でもね、まさしさんの写真にはそういう嫌な感じがないんですよ。だからもうすでにそのステップはもう自覚した上でもうクリアするようなね、そういうふうなね、なんかね、うまくやられてるんだなってことをね思うんですよ。このさ、お母さんだってね、すごくいい表情じゃないですか。いや、これすごいなと思ってね、これどうやって撮ったんですかこれ、まさしさんちょっとね、差し支えなければこれ動画のコメント欄でね、どうやって撮ったのかね、この撮影のコツをね教えていただければと思います。皆さんもね参考になると思いますね、これね。ぜひまさしさんお願いしますはい、僕はね、なんかね、想像するにね、やっぱさっき言ったようにね、ピエロみたいな格好してたんじゃないかなっていうことをね思うんですよね。なんかね、ゆるキャラとかね、じゃなきゃこの表情撮れないよね。いやー、すごいよね。だからまあ全部でね、これ104枚あるんですよね。で、104枚取り切ったというかね、取りためたわけですよね。まあ、これで完成じゃないと思うんですよ。で、現在進行形ってなってましたしね。でもね、ちゃんとね、本にまとめるくらいじっくり時間をかけて撮っていった、そういうふうなね、作品ですよね。そういうものをね、今回ね、見せていただいております。本当にね、ありがとうございます。あとね、本の出版おめでとうございます。いろんな人にですね、その本を手に取ってもらえたら本当にね、嬉しいですよね。これね、でもね、どこで売ってんのかなっていうことでちょっと調べたんですけど、ちょっと僕の調べ方が悪かったのか、どこで買えるのかがちょっと分かんなかったんで、この本がね、どこで買えるのかっていうことをですね、書き込んでいただけたら、これね、作品興味覚えた方はね、買っていただけるんじゃないかなというふうに思います。これをね、やっぱせっかく作品をね、みんなで見ていこうという機会ですからね、気になった方に届くといいですよね。はい、ということで、まさしさんは日本人のルーツや精神性を探求して写真媒体で表現をしているということで、まだこれね、作品が見られる彼のね、ウェブサイトもあるんですね。で、それをね、事前に僕も拝見しました。でね、ニューエラーっていう作品があって、これがね、またね、白黒でね、いいんですね。いいんですよ。すごくね、かっこいいんですけど、それも古事記とかアマテラスね、太陽神ですよね。アマテラスとかね、アマテラス、大神の岩戸隠れね、天の岩戸隠れとかね、そういった神話がちゃんとね、テーマとしてあって、で、それをね、写真でやっていくっていうことをね、やってるんですね。でね、そっちはね、結構ね、なんか分かりやすいイメージでもなくて、僕ね、逆にね、今回そっちの方見たかったかなっていうことはね、ちょっと思いました。っていうぐらい、すごいね、いいんですよ。だそういう作品も作れる人なんですよね。ぜひね、皆さんも気になったら、この動画の概要欄に、まさしさんのね、ホームページの URL も貼ってありますので、気になった方は見ていただけたというふうにね、思います。はい、ということでね、ちょっといいと思った点をね、まずお話をしました。ということでね、次は恒例のね、恒例のね、ないものねだりのね、お時間でございます。改善できる点ですね。まあ、ぶっちゃけね、本にもまとまってるくらいだから、もう作品としては完成してるんですよ。もう言うことだし。だからね、今回なんかね、荒探しするような感じで本当にね、ちょっと申し訳ないなということを思うんですけども、何度か見返していくと、写真の流れがね、ちょっと単調に感じるっていうことがね、ありました。やっぱりね、似た場面が続くからこそ変化というか、やっぱね、バリエーションが欲しくなってくるんですよね。やっぱないものねだりですよね。で、見る側としては、まあ、バリエーションあるんですよね。いろんな人写ってるし、いろんな場所だしね、まあ、言ってみたらね、全部違う写真ではあるんですよね。なんだけど、やっぱね、どこかね、予定調和感があるんですよね。この予定調和感をどうにか崩したいっていうことをね、思いますね。でも逆に言ったら、見てて安心できるんですよね。もうずっと気持ちよく見ていけるから、作品のコンセプトが写真からちゃんと汲み取れる、ね、写真を見てステートメントを読んで、でまた写真を見返せば、ああ、なるほどというふうにね、合点がいくわけですよね。だから作品としてはね、多分ね、満点なんですよね。だから僕がこれから言うことっていうのは、ここからさらにね、もう一歩っていうところで
恒例のね、ないものねだりですよね。もうね、ないものねだりですから、今はもうこれどうしようもないですからね。でもここは現在進行形なんですよ。ね、まあ本にはなってしまってるんだけども、まだ多分まさしさんはね、続けてるんですよね。だからここをもっとこうすることでっていうところの指摘なので、まあ、ダメ出しではないですよ。次から生かしてもらうための一意見ですよね。で、一意見なんだけども、あくまでも僕が見たときに、一人の人間が見たときの感じ方なので、別にね、それが正解でもないと思うし、鵜呑みにする必要もないと思うんですけども、一意見としてね、受け止めていただけたらというふうにね、思うんですけど、現状としてはですね、自分のね、コンセプト、まあ、想定があって、それにね、作品がね、丸く収まってるんですよね。ちょっと綺麗に収まりすぎてしまってる。で、すでにね、もうたくさんの写真撮られてますよね。でも捉えてるんだけども、作品としてはまだまだ最初に自分が設定した想定の内側にね、まだね収まってる感じなんですよね。僕はね、やっぱこのチャンネルを通じてね、話してきてることっていうのは写真表現ですよね。写真表現ってなんだってことですよね。まあ捉え方とかその解釈はいろいろあると思うんですけど、そのうちの一つとしてね、言えることとして僕が思うのは、その写真に写り込んだものがあって、でそれが誰であるとかどんなシチュエーションであるっていうことだけではなくて、そこから何か別のものを感じさせるような感覚ね、だそこでの潜像であったりとか、何かを重ねる行為ね、そこから何かを見出した、でその見出したのは何でなのかというと、そこに撮影者の何かね、思いがあるわけですよね。いや、僕はこのカップルを撮ってるんだけども、このカップルをただ撮りたいわけじゃなくて、その向こう側に何かを見てると、でその何かを見てるのを伝えるにはこの1枚からでは伝えられないから、連作になっていくわけですよね。1枚から10枚20枚30枚100枚になっていって、その100枚になったボリュームで、あ、見てた時にこの1枚では伝わらなかったことが浮かび上がってくるわけですよ。だからこれがね、やっぱ写真で表現をする、何かを表現するということの一つなんじゃないかということを思うんですよね。だからそこはね、もうまさしさんも完璧にね、もうクリアされたわけですよね。もうそれだけでもすごいことですよ。本当にすごいことだと思う。ここまで写真を集めてで、ようやく立ち上がってくるものが出てくるわけですよね。この次のステップとしては、僕が思うに自分の想定すら超えるようなイメージ、これをね目指していただくといいんじゃないかっていうことをね思いました。僕はね、他の動画でも何度か話してますが、半分コンセプチュアル半分ドキュメンタリー、このねガッチャンコね、このねどっちもあるような作品っていうのは僕が見ててね楽しいんですよね。で今回の作品はコンセプチュアルのところね、その自分が持ったテーマを写真で描くってことはもう達成してるんですよ。ね、だこの逆のドキュメンタリー感ですよね。でドキュメンタリー感、まあ言ってみたら見方によってはできてるんですよ。ね、だってこんなね、いろんな人たちをね、川沿いにね、まさしさん歩いて出会って、ね、それをただ一方的に撮るんじゃなくて、お互いにね、なんか触れ合った瞬間を撮れてるわけですよ。だそこはドキュメンタリー感でもあるんだけども、僕はね、なんていうか想定内に収まっているっていう風な点、さっき話しましたよね。だからそこをどういう風にね、じゃあ想定外にしていくかってところでのドキュメンタリー、どういう意味なのかっていうと、実際なんかやってみた時に全てが自分の想定通りって、まあ、それはそれで気持ちいいんだけど、そんなこともないじゃないですかね。アクシデントがあったりとか、自分の想定が、全く違ったとかね、想定したこととは違うような結果が出たりとか、あるいはやってみたら自分の想定よりももっと面白いことが思いつくとかね、そういうふうなね変化が見たいなっていうことをね思ったんですよ。それができりゃ苦労しないよってところなんですよね、多分ね。そんなにあるもんではないと思うんだけども、まあ、ここはやっぱね、そこをちょっとね目指してもらえたらなっていうことをね思ったんですよ。要はコンセプトに作品がハマりすぎても、それはそれで作品に厚みが出てこない。なんで写真撮ってんだろうっていうところの、なんで写真撮ってんだろう、そこね、そこもね誤解しないでくださいよ。すごいよく出てるからね、これは言葉だけじゃ伝わんないですよね。本当に出会った人たちの表情も出てるし、そこのね、ポーズとかリアクションとかそういうものは出てるわけだから、出てるんですよね。でもなんかね、想定内に収まってるんで、そのコンセプトだけでは説明がつかないようなものもなんか入れ込んでほしいんですよね。でなんかどこかこの作品のあり方って映像的、最初から最後までの物語があって、でそこでね、観客にどうこの物語を伝えていくかっていう風なね構成かなっていうことをね思ったんですよね。もっとその物語を構成するということではなくて、その写真だからこそできるような構成っていうのはね、なんかあるんじゃないかなっていうことをね思いました。観客の立場で考えた時に、やっぱ写真を見て解説を読んで、ああなるほどね、そうだ、そこで終わっちゃうんですよね。いや本当にね、綺麗に収まりすぎちゃうと、もうね本当にこれ何なんだろうって文章読んで、あーなるほどね、じゃあ次みたいな感じでね言っちゃうんですよ。人間ってそういうもんだから、納得したらもう次行っちゃうから、関心というか
なんていうの、その写真とか何かその目の前のものをじっくり見ようっていうところまでね、いかないんですよね。だからここがやっぱ難しいところですよね。でやっぱね、のめり込むように人を引きつける。ああなるほど、こういうことがやりたいのか。でもなんでこういうふうな、ね、視点をね持ったんだろう。イメージでなんかちょっとそれでは片付かないようなね、あものがあるなって時に、僕はねなんか人はねそのイメージにのめり込んでいくというふうにね思うんですよね。だ現状としては設定がねシンプルな分、やっぱり一枚一枚のね強度はどうかって言ったら、僕はねまだ突き詰められるようなね気はしましたね。要は手前に川があって、で柵があって、人がいて背景ね、その違いの、まあそのバリエーションのね、まあ言い方悪いんですけども、現状そのバリエーション違いを集めたようなところには収まってはいるかなっていうことはね思ったんですよね。だから今度はそのパターンを崩すというか、ね、実際に撮ってみたいな変化とかもね、そういったものもね、見れたなということを思いましたね。だ半分ドキュメンタリーの部分をね、もう少し頑張ってもらえた、もう少し頑張ってもらえたっていうのもね、ちょっと偉そうに聞こえますよね。そんな簡単じゃないですからね。やっぱ時間かかるんですよ、こういう作品は。ね、もう下手したらやっぱ10年かかってようやくそういうのが、ね、出てくるようなね、そういうふうなものだと思うんですよ。やっぱ自分のやっぱなんていうかな、ライフワークとして持ったのであれば、多分それはねその覚悟というかそのつもりでやってると思うんで、それはね多分まさしさんにはね伝わるんじゃないかというふうにね僕は思ってますけどね。あとはねやっぱ構成としてはやっぱ同じような写真がひたすら続いているので、やっぱ別の味もね味わいたいなっていうことをね途中で思いました。現状では最初にねこの桜の印象的なカットから始まって、こうやってね皮入ってきますよね。最後がねちゃんと変形はね入ってるんですよね。こういう風にねあの角度とか、だからこういうのねもっと入れるといいですね。フォーマット決めたからこそ崩したバージョンをどんどん入れていくっていうのも一つの発見ですよね。あこういうバージョンもありだなっていうことをやってみて感じたってところは、こういうのはねすごくいいなと思いますね。あとね、あの人の代わりに鳥がいるとかね、こういうのはいいですよね。あこれもいいですね。結構し完成度高いのよこの作品。ないものねだりもあんまないようなね、そういうようなクオリティなんですけどもね。だこういうふうな桜のね花びらがねこの川に流れてるとかね、こういうのももっと真ん中にあってもいいかもしれないですよね。本とか写真展とかでねあの組む時にもね意識してほしいことなんですけど、似たようなものって並べてしまうとそれぞれの一枚一枚に目はねあんまりいかないと思うんですよね。だこういうふうなね変化球系はもっと間にガンガン入れてもいいんじゃないかなってことを思いましたね。後半結構崩していくんですよね。だこの感じ出てるんですよ今ね。きちんと一つねその土台ができてるわけですよね。川があって柵があって人がいて背景があるとね、そのなんかレイヤー感ですよね。レイヤー感の一つのフォーマットあるからこそ、そこを崩したものをねもっと増やしていくってところは一つこの作品の厚みを出す、ことになってくるかなということは思いましたね。どうですか皆さん、ここまで見てきてね、あのなんかね感じたこととかね、ぜひこの動画のコメント欄でね書いてくださいよ。ぜひ皆さんもね、僕はこういうふうに思ったとか、私はこういうふうに思ったっていうのをね、あの書いてください。僕だけの意見だとやっぱ人意見なんですけども、皆さん書いてくれることで、ああなるほどこういうふうな見方もあるのかとかね、ああこういうふうに楽しんでくれてんだなっていうこともね多分伝わると思うんですよね。まさしさんもそういうのね参考になると思いますから、ぜひね動画のコメント欄ガンガン書いてくださいよ。何でもいいですよ、一言でもね、はい、ぜひ書いていただければというふうに思います。あとね最後にねコンセプトについてですね、このねサンズの川という見立てですね、僕もね仏教的な視点で作品を見るっていうことは僕よくやっていて、まあ、実際僕もそういうふうな視点が好きなので、今回の作品ねとても面白く感じましたね。面白く感じられたんだけども、コンセプトの部分もっとね煮詰められるんじゃないかなっていうことをね思ったんですね。なぜかきつい言い方かもしれないんですけども、川をねサンズの川に見立てるっていうのはまだね他の人でも考えることができる、そういった範疇にあるんじゃないかなってことは思ったんですね。まあそれでもじっくりねそれを写真で、ね、思ったことを写真でここまでやったんですよ。ここはね伝わりますよね。そこは評価されることだと思うんですけども、サンズの川という概念を単に実際の川から見出すことは本当にできるんだろうかっていうこともね感じたんですよ、疑問としてね。川にサンズの川を当て込んで、あっち側が死でこっち側は生きている、本当にそれは言えるのかなっていうことをね僕はね感じたんですね。サンズの川って漠然と日本人であれば誰でも知ってるような考えだと思うんですけど、実際にじゃあそのサンズの川について、きちんとね調べた上でそれが実際の、ね、川に当てはまるのかなっていうこともねありますよね。でもね分かるんですよ、あのサンズの川から、まあ、その死生観とかそういうものを描きたいってところもすごく分かるし、それはなんか日本の写真家のねなんか一つ共通した感覚としてありますよね。
なんか荒木さんとかね、白黒写真っていうのはあの世を見出しているようなそういうふうな目なんだよっていうこともあるんだけども、その写真のテーマとしてそれを持つ上ではちゃんとリサーチが必要なんじゃないかなってことは思うんですね。漠然とみんなが持ってる共通感覚をテーマとして持つのは見る人にも確かに伝わりやすいんだけども、それは言い方を変えるとある程度誰でも思いつくところでもある気がするんですよ。でも僕はなんかもっと独自性の部分をね見たいんですよね。誰でもなんとなく伝わることっていう意味での汎用性というよりは独自性ですよね。まさしさんじゃなきゃ思いつかないようなことなのかどうかってところですよね。まあそういう写真家だから考えることではないから、それね、そのイメージっていうふうな写真表現の方でその独自性はもちろん発揮されているとは思うんですけども、今回の作品はどちらかといったら誰でもわかるような面白さ、そういった点にね、特化されたような作品にはなってくるかなと思いました。でもね、それはそれですごいことなんですよ。すごいことですよね。いいじゃん、誰でも分かる面白さなんていうのね、なかなかできないですよね、そのキャッチーなことね。例えばね、浅田家ですよね、はい、浅田正史さんのね家族でいろんなねシチュエーションの中で扮するということをやってますよね。あれは誰でも伝わることですよね。だそういうふうな誰でも伝わることだからこそ作品としてもいろんな人に伝わるっていうようなね一つ力もあるとは思うんですよ。僕がレビューアーとして見るときはその視点はあまり僕はね特化しないんですよね。そうではなくてこの人しか持たない視点で写真を描いたら現実はどういうふうに見えるのかっていうところが僕は見たいので、すいません、だからそこはねちょっとそういうふうな話になっちゃいましたけども、僕は逆にね、分からない、これ何なんだろうっていうところから観客としてはスタートしたいんですよね。だから古事記をねベースにするのはいいんですよね、いろんな人の取っかかりになると思いますから、それね見てくれる人たちの教養によって、あ、なるほど古事記からとかね天の岩戸をテーマにしてんだなっていうことはね分かりますよね。でもそこはあくまでもベースなんですよね。ここでその既存の物語にのっとって作品もその物語性にのっとってしまうと、その既存の物語の枠内に収まってしまうんじゃないか。ではここでその枠を超えて自分の物語だったり、まあ、物語にしなくてもいいんだけども、既存のものの枠からやっぱ飛び抜けるっていうところが何かね大事なんじゃないかっていうことをね思いました。なのでやはり新ポートリオレビューはね第1回でもね話したことでもあるんですけども、撮ることと並行してテーマの研究ということをねしっかりしていきましょうってところですね。もちろんね、まさしさん多分日本の研究してる方なんで多分されてると思うんですよね、されてると思うんですけども、やっぱ作品を作るためには確固たる意思と時間をかけるわけですよね。だからやっぱだ誰でも思いつくとは言えないんだけども、ある程度誰でも思いつくようなアイディアで収まってほしくないっていうところですよね。すいません、ちょっと言い方悪いですけどもね、現状では他の人も思いつかないことはないかなっていうことは感じました。作品として1年2年10年かけて撮っていくって時にパッと思いついたアイデアからさらに練り込んでいく必要があるわけですよ。10年撮ったから10年撮ったなりの自分のそこからのねパッと思いつくことではできないようなことにしていくってことですよね。ここでね写真をどう練り込んでいくかってことですよね。例えば自分一人でこの作品と向き合う必要もないんですよ。例えば三途の川とかをね考えて研究されている方とかね、そういうような研究者の方に訪問してみるんですよね。自分はこういうふうな作品を撮ってるけれどもどういうふうに感じますかとか、三途の川っていうものはどういうものなのかっていうことを、日本人の死生観とかも漠然とみんな持っているような感じだけども、それをじゃあ改めて専門家のね意見としてはどういうふうなことを言えるのかとかね、そういうことを踏まえていくと作品の強度は上がってくるっていうふうにね僕は思います。ただ撮るっていうことだけでは何かねその作品の厚みを持たせる上で一つ限界をねあるんじゃないかなっていうことをね常々感じるんですよ。なのでただ撮るということだけではなくて、そのね撮ってる対象であったり、そのテーマね、あとは場所とかいろんなものをちゃんと研究をしてみる。でこれは何なんだろうと、ね、なんで自分はそういうふうにね興味を持つんだろうということを、本なり、できることであれば専門家に話を聞きに行く。でその話を聞いた上で自分はどういうふうにそれをね反映できるのか、そういうふうなね機会でもあるというふうにね僕は思うんですね。だから単に撮るということだけでは、できないような作品っていうのも皆さんにねぜひ作っていただきたいなってことをね思います。はい、ということでねレビューをお届けしました。長くなっちまいましたね、すっかり長くなってしまったんですけどもね、やっぱちょっとね始まってみるとねやっぱね気合が入りすぎちゃいますね
やっぱり半端なことできないですからね、人様の作品見せてもらってね、それ時間かかってんすよ。もうこれだって何年もかかりますよね、こういうような作品を作っていく、何年もかかって作るものをね見させてもらうのであれば、やっぱそこはねちゃんとね向き合いたいなということで、ちょっとね結構久しぶりに動画作ってみたら本当に大変ですね1週間ぐらいこの動画かかりましたけどね、まあ、当然なんですけど僕の意見が絶対ではないので、一つの意見としてですね捉えていただいて、何か参考になれば幸いでございます。まだねちょっと募集はストップはしてるんですけども、少しずつねまた再開していけたらいいなってことをね思いますし、まだまだねいろんな作品ありますね、本当にね楽しいですね。僕雑誌やってた頃も楽しかったけども、やっぱある程度ね雑誌になると載るような人たちっていうのは絞り込まれて、今ね活躍してる人たちになってきてしまうんですよね。でも YouTube という場ではもうそこ取っ払って、もうどんな人だっていっぱいいるわけですよ、ね、いっぱい写真撮ってる人いて、いっぱいその写真表現やってる人いるわけだから、そういった人たちのね作品を見ていくっていうのはすごくね面白いですね、エキサイティングでございますよね。そういう感じでね、またちょっとね募集の方も始まったら告知等をねさせていただきますので、どうかよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったらぜひねグッドボタンよろしくお願いします。あとね感想とか、皆さんもこの作品に対する感想とかねぜひコメントに書いてくださいね。皆さんの感想も聞きたいです。それもねまさきさんに届きますからね。そういう感じでいろんな人たちのね意見を集めていく、そういうようなね場としても機能していけたらなということをね、この YouTube チャンネルがですよ、はい、ということを思います。あとねこのチャンネルおかげさまで登録者数4000人をね突破しました。本当にありがとうございます。いやー本当ね3000人から4000人まではね本当に時間かかりましたね。もう8ヶ月ぐらいね、もう1000人増えるのに8ヶ月ぐらいかかってますね。もうねもうしょうがないですよ、扱ってるテーマがものすごくニッチなことをやってるので、もうねしょうがないですね。だからまああんまり数字にねとらわれてはいないんですけども、今後もね楽しんでいただけたら僕と一緒にね、まあ本当にね拙い話になってしまうんですけども、皆さんねこうやって見ていただけて、僕もね続けてくることができました。またねこれからも動画ね頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。それではまた。